次に4番山口優子議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。4番山口優子議員。おはようございます。登壇の許可をいただきましたので、ただいまより山口優子の一般質問を始めさせていただきます。議会傍聴、本当に朝忙しい中ですね、ありがとうございます。今回、農業政策についてから子育て支援の方向性について、庁舎問題について、観光行政について、竹牛図書館について、コミュニティ FM 局の開設についての6項目を用意しております。早速質問に入りたいと思います。農業政策ですが、佐賀県は基幹産業が農業ということで、竹雄もそうですが、今回の TPP の受け入れということで、佐賀県は、300億の減収ということが見込まれております。まあ、他にも増収という形で200億円という、まあ、それでもですね、佐賀県にとっては減収というわけですが、市長におかれましては、これまでですね、私の農業問題を、まあ、いろんな形で言わせていただきましたが、本当に所得向上という形でいろんな打ち出しをしていただいて、まあ、少しですね、皆さんが元気の出る農業へという形で、竹雄氏も今のところ頑張ってるんじゃないかなというふうに思っております。で、これからやっていこうという若者もですね、本当に竹雄氏においてはこう未来の見えるというか、元気の出る農業になってきてるんじゃないかなというふうに私は思ってるんですが、今回のですね、やっぱり TPP を受け入れるということはですね、もう皆さんがこう不安に思ってらっしゃることですね。それに対して、いろんな対策をですね、これから安倍総理大臣もですね、打ち出していくっていうふうにおっしゃってますが、やはり竹雄氏としてもですね、まあ、こういう問題を受け入れて、これ以上にまた元気の出る農業ですね、また所得向上という形で、今後竹雄氏の農業を、TPP 受け入れという形からどのように考えておられるかお尋ねいたします。岩田市長。これはもう5年ほど前からずっと申し上げてますけれども、国の農業政策はもう根本的に間違ってると思います。ちゃんぽんになってます。どういうことかっていうと、産業として農業を育成をするのか、あるいはその国土保全として農業をこう守るか、だから攻めと守りが一緒くたになっていて、もう全然その政策としてはもう話にならないわけですね。その中で JA は僕はよくやってると思います。もう国のアホさ加減によくね、お付き合いされてるなというふうには思うんですけども、で、この TPP が入ってくると、なおさらその傾向は強くなってきます。したがって、強く攻める農業と、どうしてもやっぱり国土保全として、例えば災害が起きないように、まあ、例えば水田であったりとか畑であったりって、あれ国土保全の役割あるじゃないですか。で、私はここはもうね、どんどんやっぱりね、ここは補助金をつぎ込むべきだと思いますよ。こっちは、こっちの方は。しかし、この打って出る方ですよね、TPP が想定している、これについてはもう規制をできるだけ突発して、あるいはここは後押しをするということにして、分けて考えるべきだって。で、今回の TPP の最大の課題は僕はそこにあると思います。もうね、 TPP 賛成とか反対って言ってても、もう世の中変わっていきます。流れていきます。その中でどこに竿を刺すかと、いいところにタイミングで竿を刺すかっていうことなんで、私はそういうふうにやっぱやっていきたいと思いますね。ですので、守るべき農業っていうのは絶対に守らなきゃダメです。これは都会の人はわからないかもしれませんけど、やっぱ集落ってやっぱすごい大事なんですね。集落っていうのは、これが壊れるともう家族も壊れ、そしてもう例えば山内町、北方町、旧竹内もそうですけど、全体が壊れていることになります。ですので集落をきちんと残すと、でそこにはやっぱり一定の所得があって、その高くなくてもいいと思います。一定の所得があってね、ここにおったら子供も孫も帰ってくるもんねと、
いうようなものにしていく。でもう一方で繰り返しなんて恐縮なんですけれども、例えば後でご質問を賜れば答えますけど、パクチーであるとか、レモングラスであるとか、トロピカルフルーツというのは、これは高付加価値の農産品としてやっぱり出していく必要があると。いうふうに思っていますので、もうTPP 賛成とか反対とかっていうその次元の紅白歌合戦のようなレベルじゃなくてね、 TPP でどういうふうに日本の農業を分けて考えるかというのをやっぱりこの議会とやっぱ真剣に議論をしていって、決まったことについては最大限やっぱりやっていきたいなというふうに思っております。4番山口優子議員。やはり農業の中でもですね、そういうふうに収益の部分、所得の部分ではっきりと見えない部分っていうのが、やはりそういう政策にあると思うんですね。多くの人はやはりうちのような山内町の中山間地とかは本当に環境を守るですね、今言われたように環境保全とかそういうことに皆さん本当ご苦労されているわけですね。であとは、私たち今までに味わって来たことのないような少子高齢化の社会ということで、もう農業者の人もいくら後継者をと言っても、今日の新聞でしたか、66歳が平均年齢とか出てましたよね。で本当に若者たちができる農業をとか思っても、後継者の不足っていうのははっきりしていて、やはり中産価値とかにおいても、あと何年この田んぼがですね、作られていくのだろうかという形であります。でやはり高齢になった方たちが自分の田んぼを作ってもらえないだろうかというふうに、頼みに来られますね。わずかの後継者の、大型機械とかを持った農業者が、山内の西の方でも 5,6 人頑張っておりますが、その時にですね、やはり、竹雄氏がこう支援できるって言ったら、今もやっておられますが、排水事業とかですね、所得を上げるための排水事業とかいろいろあるんですが、そのやり方っていうところをですね、改善していかないと、実際の農業者がこれ、安心してできるような農業にならないじゃないかっていうふうに私は思うんですね。でもう私が産業経済常任委員長してる時だって、その意見を一生懸命言ったんですが、いや今まではこれですから、今まではこれですからって言って、その補助事業を推進されましたが、やはり負担もあるので、それには達しなかったわけなんですよ。それをやりたいけれどもやる人がですねできなかったわけですが、もう部長さんがですね、違う部長さんになっておられますが、でそのことでちょっと言わせていただきます。排水事業をですね、旧山内町の依頼でもう数年ぶりにこの事業が来ましたということで、皆さん期待してたんです。でところがですね、制限があって暗渠のみっていうことだったんですね。でその内訳も聞いても、部長さんはいや、それ以上の事業を広げるとあまりにも集まりすぎて予算がこれだけしかありませんので、ちょっとそれはこののみですということだったんですが、今これだけ農業をする人が亡くなってですね、で環境も変わってきました。イノシシで被害に遭って排水口が壊れたりとかですね、侵入口がもう崩れたりとか、いろんな状況も出てきているわけなんですよ。そういうのに対して、せっかくの補助事業が、竹雄氏に生かされなかったと私は思ってるんですね、2年前の。で、竹内、山内、若木っていうふうにですね、皆さんに、どうぞ事業がありますということだったんですが、やはりそれをうまく生かすことができなかったんです。だからそういう事業をですね、その地域に合った、補助事業となるようにですね、今後考えていただきたいんですが、いかがでしょうか。水上営業部長。議員さんおっしゃる通り、確かに平坦部はですね、確かに、なんていうか、農業用水も完備されて、補助整備できますので、暗渠排水と簡単に取り組めます。しかし、中山間につきましては、やっぱり排水路も未整備で、補助も狭くて、なかなかですね、取り組めないというのが実情で、これまでの国の補助についても、なかなか採択が受けられなかったっていうような状況であります。そういう中で、たびたびご要望あっておりますけれども、今のところはやっぱり先ほどありました、C の単独事業といたしましては、通常のちょっと
排水路のですね、2分の1の補助と、それであとは県の、まあ、県単で行ってます瀬町倒し事業、それがまあ中山化についてはですね、あの小規模なまあ農業生産基盤整備ということで今現在取り組んでますし、まあ、それ以外にはあのご存知の通りの中山間地域直接支払いですね、これは耕作放棄地を防止するような形での分と、まあ、農業、まあ、平地での農業生産のまあ格差の是正ということで、まあ、取り組まれてますけれども、まあ、今のところそういうことをやっております。ただしかし5月 の、 あの国の成長戦略で、まあ、攻めの農業ということでですね、まあ、総理からあの発表がありまして、まあ、農産物についてはあの、まあ、輸出も倍増、所得も倍増、10年でということで、まあ、確かにこれを中身を見ますと、今のところはあの平坦部中心のですね、まあ、政策みたいな感じで、なかなか中山間地に対しての、まあ、気配りというかですね、心配りがないような形で出されてますけれども、今後もう少しですね、中山間に目配りをしたような国の政策等が出てきたらですね、皆さんに紹介して、なるべく取り組んでいただければというふうに考えております。静かに4番山口裕子議員、はい。まあですね、一つ一つお尋ねしていけばいいんですが、やはりいつまででもですね、いやこれしかできませんっていうんじゃなくて、他の自治体とかを聞いたらですね、速攻まで水漏れがそこまでしてるんだったら速攻まで OK だったとかですね、排水口まで OK だったとか、そこのやっぱりそこの対応でですね、できてる意見をよく聞くわけですね。あとやはり中山間地のようなところに、もう本当に後継者として数人の方がやっておられる人たちに全部依頼が来るんですが、その時にやっぱり大型機械が入らないですね、進入口のところはやっぱり改善しないと、その田んぼはやっぱり受け入れられないわけですよね。だからそういうところまで本当はもう考えていかないといけないような時代になっているわけです。今までは田んぼを持ってる人がですね、そういうことをするのは責任だったんですが、今はそうやって後継者がいないから、使用権、利用権をですよ、設定して、なんとかその田んぼが維持されるように、工作されてるわけなんですが、その時にですね、やっぱり預ける地権者の人はもう高齢化してるし、わざわざですね、自分たちが補助整備して、お願いしますなんては言わないですよね。そして作ってる人も、いやこれだけ排水事業場したけんかかったですもんねっていうことも言えないし、そこはですよ、お互いの話し合いで何割何割で決めるべきじゃないですかとか、いろいろ話はあるかもしれませんが、やっぱり対策としてこれだけ農業のですね、環境が変わってきたら、やっぱり対応は考えていかないといけないと思います。で、一つ言えるのは、山内の方はですね、駐在員さん、区長さんたちに一斉にこういう話を持ってこられます。で、各農業者にそれをどうぞこういう事業がありますからということで、ところが今区長さんたちも農業に携わってない人たちは、これをうまく農業者に伝えることができなくって、ちゃんと末端まで伝わってないということがあったわけです。それと農業者ですね、農業者が直接こういうですね、話を聞いた方がその事業の内容がよくわかる、そしてこれはできるけどこれができないみたいなことがですね、できるから、今後はですね、直接にそういう農業者を集めてこういう説明をしていただけないかという要望がありますが、いかがでしょうか。岩田市長。いや、私はやや違うと思います。っていうのも、今まで武雄市の農業政策は、私が着任する前からね、いろいろ聞いてたのは、やっぱり広く浅くなんですよ。まあ、ちょっとこれ山内と北方はちょっと僕はよくわかりません。少なくとも旧武雄市で、聞いてる限りだと広く浅く。だから、この弊害としてどうしても先ほどありましたように予算の限りがあって、どうしても中途半端にならざるを得ないって。だから、今我々も予算の限りがありますので、広く深くっていうのは無理なんですね。ですので、重点地区をそしたら決めます。重点地区を。で、重点地区を決めた上で、で、これは補助金ですので、やっぱり一定の費用対効果が出ないとダメなんですね。ですので、そこに見合うものについては重点地区を決めて、もう広く浅くじゃなくて、もう狭く深くします。そうすることによって、そこに該当する地区についてはもうとことん支援します。うん、やっぱね、それぐらいやっぱりやらないと、多分ですね、補助金の効果っていうのは僕は出ないと思います。ですので、今まではね、農業がある程度右肩
上がりとは言いませんけど、右肩そのままだったんですよね。そのままだったんで、広く浅くでその支援っていうことができたんですけど、これだけやっぱりこう下向きになっているときに、なったときは確かにそこは議員さんのおっしゃる通りなんですよ。やっぱり今まで通りではダメだということですので、私の案はもう狭く深く、やると。で、効果が出てきたらさらに広げていくと。いうことで、よく山口議員をはじめとして、担当の委員会とよくこれは相談していきたいと思います。ですので、私はね、説明会とか何とか言ってもね、あんまり意味がないと思うんですよ。意味がない。うん。だって、説明会行ってね、いや、行ったんだけども、それは取れなかったって言ったら、それはかわいそうじゃないですか。それよりも、やっぱりこの地区は、この補助金をきちんと投下をして、やっぱり効果が上がるだろうって。いうこと、あるいはこの補助金を使ってこの地区はどういう農業生産をするんだろうっていうことがあって、話があると思いますので、まあお見合いみたいなもんですかね。ですのでそういうふうに進めていきたいと思います。農業版おむすびか。はい、議長4番。4番、山口雄吾議員。そうですね、やっぱり熱くその意思を持ってしている農業後継者の人たちがですよ、いくら市の担当に一生懸命言っても伝わらないというのはとても残念で、その補助事業が半分も使われなくって、まあ、次の繰り越しみたいな形というのは本当に残念だと思うんです。そこの調整をですね、私はもっと深くするべきじゃないかということを今回挙げさせていただいたんです。だって一つの田んぼによってですね、これは50ミリの暗渠しか使えませんとか言って、ここの田んぼはとても排水が悪いからそれじゃ詰まってしまうんだとか、ここの排水口までしないといけないんだとか、いろいろ条件が違うわけなんですよ。それをもう一方的に言われても、なかなか皆さんが手を挙げて、じゃあ 20% 負担にしても何十万って使ってですねしようって思わない、いい事業になってしまうんじゃないかって私は思ってるんです。そこのこう調整をですね、今後していかなければならないと思います。で、今ちょっと出たように、私は立ち花の田んぼだったら、立ち花は水に浸かりやすいし、そこの対策がいるし、まあ北方は北方で平野でありながら何か問題あるかもしれないし、そこそこ竹雄市の中でも地区において条件が違うということで、そういう対応、きめ細かな対応っていうところを今後していかないと、農業後継者っていうところではとても夢や希望を持てるような形じゃないんじゃないかっていうふうに思います。いかがでしょうか。豊田市長。まあそれはそうだと思いますよ。今までの農業政策っていうのは、これ全部否定するわけにはいかないんですけれども、例えば国の事業であるとか県の事業の県単であるとかね、あるいは補助事業であるとか市の単独事業っていうのがもう入り乱れていて、そこの整合性っていうのはともすればなかったということは、それはやっぱり これだけ縦割りで農業政策ってやっぱ難しいじゃないですか。ですので、それを例えばこれは行政になるのか、ちょっとこれは JA さんのお力を借りなきゃいけないのかもしれないですけれども、やはりその一人のやっぱコーディネーターやっぱいると思いますよね。で、それが例えば北方だったら橋下だったら橋下に合う農業、東川の部だったら東川の部に合う農業っていうふうにしないとね、もう多分持たないと思います。ですので、そういう意味からすると、やっぱり地区によってやっぱり違うんで、そこはやっぱりきめ細かな指導があって、いいと。いうように私も思います。ただしその中でもやっぱりルールってやっぱ行政がやるわけだから、絶対判断言われるんですよ。昨日もあったじゃないですか、図書館でなんで2分の1減免するんだっていうのがあって、もうすぐねそういう足を引っ張るようなことを言う人たちがいるんですよ。ですので、いや平野議員さん、あなたのことは言ってないですよ。ですのでそうじゃなくて、ちょっと司法が静かに。ですので、そういう中からすると一定の行政のルールがあるっていうことについてはね、ぜひ議員はご理解いただいていると思いますけど、それと何ていうんですかね、きめ細かなものを並立させるようにするっていうのは、ちょっとやっぱり我々も考え直す時期にあるだろうというように思っております。議長4番。4番、山口雄吾議員。今ですね、やはり竹雄市ができることで農業者の人が元気になっていく、そういう改善をですね、どんどん良くなっていけばいいんじゃないかっていうふうな気持ちで今回出させていただきました。やはりもう、
その受け負ったらですね、2メートルも3メートルもある土手の草払いがついてきたりですね、指導とか剣道とかの草払いとかがセットになって皆さん農業者の人はやっておられるわけなんですよね。それでも田んぼを守っていこうとか、やっぱ高齢化でもやっぱり仙台から預かった田んぼを荒らすわけにはいかんとか言って涙ながらに頼みに来られたらですよ、あ、なんとかしてあげようっていう形で皆さん農業をやっておられると思うんですね。そういうところを、組んでいただきたいなっていうふうに私は思います。それではですね、国がですね挙げたもう政策はご存知かどうか分かりませんが、こういうことに対してですね、耕作放棄地が増えないためにですね、5月28日に基盤整備をして担い手にっていうことで、これはもう安倍総理がですよ、攻めの 農林水産業を掲げる安倍内閣の成長戦略の目玉の一つということで挙げられてるんですね。それが農水省は担い手に農地が集められるよう都道府県単位の農地中間管理機構の設置を打ち出した。機構が出してから引き受けた農地を基盤整備をした後、規模拡大を目指す担い手に貸し付けることが特色っていうふうになってるんです。でもこういう施策をですよ、国は挙げてるわけです。これは都道府県単位にということで、やっぱり後継者がいないことと耕作放棄地を作らないための政策ですが、これは10年かけてこういう、ですね、政策、今後10年間で担い手の農地利用が全農地の8割を占める状態にという目標を掲げ上げられてるんですが、こういう形で国も挙げてますので、やはり竹雄氏もですね、こういう状態にあと数年になったらもう農地が荒れてですよ、誰もする人がいないっていうなる前にですね、やはりきめ細かな対策、そしてそういうやってる人たちが元気になるような補助事業とかになっていけばと思っておりますので、部長答弁お願いいたします。水上営業部長。今議員さんからご紹介がありました農地中間管理機構の分については、私たちもまだ新聞情報でしかまだ情報は得ておりません。でまた今後また詳細が来るかと思いますけれども、とにかく先ほど市長の方からありましたように、もう重点的にですね、地区を定めて、まず国の補助事業が取れればですね、まずそれを優先して、そしてダメだったら県の補助、どうしてもダメなときは市の単独ということでですね、今後取り組んでいきたいと思っています。与田市長。産業で農業を考えた場合には、なんかな、基本的にその補助金っていうのはありえない話なんですよね。例えば、この前アップルがまた製品を出しましたけれど、ね、吉川議員が使っておられる MacBook Pro だったりすると、これは全然国の補助金なんかないわけですよ。もう本当に創意工夫で、あらゆる困難を、あるいは規制を跳ねのけてこうやっていくと。で、そういうことだと思うんですよ。私は儲かる農業っていうのは。で、その一方で、どうしてもやっぱり支えなきゃいけないっていうのあるじゃないですか。でね、これちょっとお願いがあるんですけど、私はね、農業経営者が、山口裕子議員のような農業経営者が増えればね、変わってくると思うんですよ。なぜならば、そこの農業に対する問題点とか課題をちゃんとやっぱり届けるじゃないですか。うん。でも今、多くの農業経営者と話してると、やっぱりきつかきつかと。で、何が問題ですかって言っても、ようわからんと。うん。いう方々もやっぱ多いんですよ。これはもう厳然たる事実です。私も兼業農家なんでそれは分かります。ですので、やっぱり何が問題点で、こうすればもっと儲かることができると、いうことを、やっぱりね、具体的にそこを我々にも教えてほしいんですよ。そうしないとね、農水省とか届かないんですよ。やっぱ制度として。うん。だから声が届かないっていうことは今までのまんまでいいんだって、いうことになりますので、ぜひ、こういうことが問題だとか課題かっていうのを、やっぱり個別具体的にね、私どもにおっしゃって、特に営業部はエースを揃えてますので、ね。うん、違ったみたいです。ですので、そういうことでね、進めていきたいなと思います。そして、こう話し合いながらね、やっぱりこう解決できるところはこう解決をしていくのが日渡し制だと思っていますので、ぜひ、そういう意味でのお力添えをお願いをしたいと思います。ゆうこ議員さんは、山口ゆうこ議員さんは、そういう意味では、その農業のジャンヌ・ダルクだと、いうふうには思っています。ジャンヌ・ダルクには会ったことがありません。
萩市長4番。4番、山口優子議員。まあ、国も県もですね、農業後継者ということで本当に力を入れてますが、それに反してなかなか未来を担うですね、農業者は増えていっておりませんので、やはりどこが問題なのかということをですね、できるところはやっぱり改善して今の状況に合った対策をですよ、対応をしていってもらいたいなというふうに思っております。では次の子育て支援の方向性についてお尋ねします。今回ですね、子育て総合支援センターのセンター長さんも変わられまして、吉牟田先生とおっしゃいますが、いろんな面で、保育士さんの養成だったり、いろんな活動をされている方が、センター長さんになられました。まあ、以前もですね、センター長さんは市役所の方からでしたが、とてもいい活動をしていただいて、子育て中のお母さんたちには大変喜ばれておりました。でまた来館者数もですね、やはり当初年間で1万640人だったところが、今ですね、24年度で1万5524人と増えております。ここ総合子どもセンターって言ったら、保育園にやってない子どもさんとですね、親御さんがそこに集ってと思ってたんですが、保育園の方の0歳児保育園も増えてますが、やはりここのセンターにですね、通われている方も多くなっているようです。また私が常々言っておりました、学童の学校終わってからの子どもたちの支援っていうか、そういう学童でもちょっと調べさせていただいたら、やはり学童の数も増えているようでございます。それは国の、まあ、政策でもありますが、女性たちが隠れた人材というか、そういう女性たちの力を社会にということで、女性も働く時代がやってきてますので、やっぱり子どもの支援を行政は求められているんじゃないかと思っておりますので、まあ、そういうことを含めて今後武雄市はどういう形で、支援をですね、強めていかれるような対策を練っておられるかお尋ねいたします。鴨原子ども部長。ただいま子育て総合支援センターのセンター長が民間から寄与されたということで、ご紹介いただきましてありがとうございます。まず子育て支援センターの今までの、経緯と、それと子育て支援センターでどういう方向性で今後、民間のセンター長を寄与してですね、進めていこうかと思っているかというところからお話をさせていただければというふうに思います。子育て支援センターは平成19年5月に開設をいたしておりまして、主に親子の交流の場、未就学児をですね、まあ、中心としました相談業務、また、情報提供を行ってきております。また子育てに関する講座や、子育てサポーターの養成などを行ってきておりまして、外へもどんどん出ていっているという状況もございました。これまでは、子育て総合支援センターが市内唯一の子育て支援の拠点となっておりましたけれども、今後はますます地域での、子育て力を高めるということもありますし、地域に子育ての支援の拠点を作っていきたいと、親子の見守りの支援や交流の場所作りをしていきたいというふうに思っております。また、子育てサポーター、また母子推進員さんなどの、子育て支援者のネットワーク作り等も進めていきたい。そして子育て支援の拠点となりうる、保育園でありますとか幼稚園などにもどんどん働きかけをしていきたいというふうに思っております。先ほど吉牟田センター長のお話出ましたので、少し吉牟田センター長のご紹介もさせていただきたいとちょっとで思いますけれども。もういいです。はい、失礼しました。センター長の、豊富な経験を生かした、していきたいと、そういうこと、活動、人材育成を含めてしていきたいというふうに思っております。それから、学童保育も増えていると、確かにそういうことでございます。で、その学童保育につきましては、昭和27年度、まあ、県国の方針が出ておりまして、ますます、拡大をしていくというようなことも出ておりますので、そこの充実も図っていきたいというふうに思っております。
長4番。4番、山口優子議員。まあ、いろんな見方があるからですね、子育て支援っていうところもですね、今まではですね、最低、家族っていうか親が責任を持ってですね、放課後という家に帰って家庭で過ごすっていうのが本当の形だったんですが、今はやっぱりもうすでにですね 50% 近くの子が学童に残って過ごしているわけですね。で、旭小学校の時にもちょっと問題を挙げたんですが、本当にぎゅうぎゅう詰めのところにですね、少ない支援さんがやはり学校が管理された学校が終わった後に子どもたちものびのびと過ごしたいだろうに、やっぱりこう管理せざるを得ないような環境でですね、いたからやっぱり状況いろんな改善をしないといけないんじゃないかなっていう問題点も挙げさせてもらってました。あと親の方から見たらもう6時から7時保育園だってそこまで、保育があってて、なんで小学校になったらこういう形になるかっていう問題も お母さんたちがですね挙げて、もっと働きやすいようにっていう意見もありましたが、やっぱり子どもの状況を見たら子どもたちはやっぱり家に帰りたい、とてもそこで、窮屈な状態が続いているとかですね、そういう状況をやはり行政として学童をこうやって受け入れるならば、やっぱりその状態を改善しないとですね、子どもたちにもかなりの負担がかかったままそこで過ごすんじゃないかなっていうふうに私は思っております。やはり一ついろんなお母さんたちから、聞くのが、もう4年生、5年生、6年生とですね、預かってもらったら助かりますって、それはお姉ちゃんとかお兄ちゃんの場合ですね、それと地域に誰もつながりがなくって、4年になって突然家に一人でいるとかですね、そう過ごすのが不安だとかですね、そういう声も上がっております。あともちろん、私たち前回は6時から7時っていうのは、それはサポーター制度を使って、それをですね、補助して、やってみたらどうかということで言っておりますが、その時間延長というところも市はどう考えていくかというのと、あと もう 50% の人がですね、学童に残ったらやっぱ家に帰った子どもは学童の子と遊びたいっていうらしいんですよ。でそしたら、それに満たないと学童には入れないので遊べないっていう問題があるっていうのと、あとおじいちゃんおばあちゃんがいらっしゃるから学童に入れなくっておじいちゃんが見てて、おじいちゃんがもう孫の面倒は見切らんけん2000円やるけん入ってくれろっていうお家もあったらしくって、そういう対応ですよ。どんな形で学童っていうところを市が助成していく支援していくのかなっていうのをちょっとお尋ねしていきたいと思います。鎌原子ども部長。先ほど27年からではございますけれども、対象の範囲が広くなるということもありますということをご紹介いたしましたが、ただいま現在のですね、放課後、子どもプラン推進事業の対象ではですね、利用者が先ほどおっしゃいましたように、保護者が就労により昼間不在であることを常態とする家庭の児童というふうになっておりまして、そういう制限がございますので、対象外の児童については放課後児童クラブでの、受け入れというのができない状態にございます。で、そういう中で、放課後児童クラブだけではなくですね、放課後児童教室、放課後子ども教室とか地域子どもクラブ等の活動、そういった活動をですね、盛んになるように応援をしながら、そういったところのカバーができればというふうにも思っております。また、時間延長につきましては、まだその時間延長ができるかっていうところまでの、状況までは進んでおりませんけども、そういったことも課題にあるということは認識をしておりますので、そういったところも、今からどんどん、協議といいますか検討していく必要があるかなというふうに思っております。豊田市長。まあ、部長さん優しいのでね、まあ、結構柔らかくおっしゃったんですけど、僕はハードに言います。これね、例えば時間延長とか、例えば例外を認めるって、どん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 もうあれなんですよ、行政の肥大化なんですよ、うん、
これね、例えば10年ほど前にじゃあ学童があったかって言ったらはなかったんでしたっけ。10年前はありましたっけ。いや、あったです。あった。15年前にしましょうか。20年じゃあ20年前ね。はい、まあ、あったらすみません。で、その時はなかったわけですよね。なかったのがどん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 やっぱこう増えてきて、今全小学校にこうあって、で、しかも場合によってはもう6年生までね、プラスアルファでやってるとこも例外的にですよ。は知ってます、うん。でもね、それをどん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 やっていくと、その本当に初期の目的からちょっとやっぱかなりずれてるところも、僕も結構小学校回りますので、ちょっとそれが見受けられていて、やっぱり一定の歯止めっていうのは僕はこれは必要だと思うんです。ですので、私は時間延長は基本的に反対です。で、しかも、例外ももうあんまり作らない方がいいです。じゃあそうすると、あの子が入って、この子が入らないって、おじいちゃんが2000円あげたらね、うちのおばあちゃんがなんとなんとかって、なるに決まってるんですよ。ですので、それはやっぱどうかなと思ってますので、一旦その、あり方そのものをもう一回ちゃんと見直すと。で、どうしても学童でできない部分っていうのは、先ほど部長からあったように、じゃあこの部分でカバーできますと。いうことをね、しないと、ちょっとこれかなりやっぱ肥大化するって、これね、肥大化いいことだって思う方もいらっしゃると思うんですけど、これどうやって運営されているかっていうと、市民の皆さんたちの税金なんですよ。税金です。ですので、限られた税金を本当にその、学童保育は必要だと思ってますけれども、さらにプラスアルファね、出していくのがいいのか、他の例えば福祉とか子育てに使う方がいいのかっていうのはね、これは議会のみならず、市民の皆さんたちの、やっぱりその議論が僕は必要だと思います。そして、市民の皆さん、あるいは議会がね、いや、これは延長すべきだって、こういうことがあるんで、延長すべきだとか、あるいは、この一定の例外を認めるべきだっていうことになったときに、やっぱりそこで政策として、やっぱり打ち出していくっていうふうなプロセスをたどらないと、やっぱりこれはいけない問題かなというふうに思います。市長4番。4番、山口五銀。はい。だからやっぱり今後ですね、行政がどのような方向でですね、支援していくかっていうのを、やっぱり定めないといけないっていうふうに私も思います。武雄小学校が新しくですね、新校が用意されてますが、やはり今までだったら空き教室を使って学童が行われてたんですね。ところが新庁舎になるとありません。それは含まれておりませんね。で、じゃあ今後どこで学童されようとするんですかっていうと、やはり朝日の時にパンク状態だった体育館の、今度体育館の改築がありますよね。体育館のコミュニティの部屋をそこをいかがとかなと思っておりますっていうような、またそういうですね、同じ繰り返しっていうか、もう武雄小学校も66人ですね、入会し、それに手続きされている方がいらっしゃるわけであって、今もプレハブで学童を行われているんですが、まあ、それをまた体育館のそのコミュニティの部屋でするというのは、今後これだけ増えててですよ、その環境づくりをしないといけないっていう時にですよ、やはり考えなければいけないんじゃないかなっていうふうに私は思ってて、今後のですね、方向性をきちんとしていただきたいなっていうふうに思って、質問に挙げさせていただきました。またですね、地域でやっぱり地域で子育てをということで、とてもいい武雄市でですね、寄り道ステーションぼちぼち屋っていうことで、地域の方のご協力とかいろんな形の支援を受けて、まだ週1回ですが、子どもたちが寄る場所をですね、運営している方がいらっしゃいます。一応モニターすいません、これはですね、長島公民館の館長さんがですね、いいですよということで週1回水曜日です。学校が終わったらですね、ここに寄ってくるんですね。で、中学生が見えるのは、まあ、中学生のボランティアっていうか、まあ、帰宅の人たちがここに寄って帰って、いろいろ楽しんで帰ってる、一緒に子どもたちと遊んだり勉強したりとかですね。で、ここには帰ってきたら100円ぐらいの小遣いを持ってくるんですが、そこで、10円とかのですね、駄菓子っぽいのが用意されてて、それも自分で選んで、食べたりもできるような、ここは長島自治公民館ですね。で、ここでは本当に緩い管理の中で、子どもたちがのびのびとですね、異年齢でですね、遊んでるわけです。で、そしたらいろんな形でですね、高校生とかなんかちょっと寄ってみたりとか、保育園児のお母さんたちが寄ってみたりとかですね、
こういう形で寄り道ステーションぼちぼち屋っていう形で、子どもたちが集っています。こういうふうにやっぱり子どもたちは一旦帰ってですね、地域で遊ぶって、元気に遊ぶっていうかな、やっぱりそういうですね、そういうことをやってる人っていうか、こういうのが望ましいんじゃないかなって私は思ってて、まあ方向性としてこういうところの支援ですね、自治公民館とか活用できたらですよ、いろんな NPO とか、まあ、そういう NPO とかまで持たなくても、こういう意思のある方とかですよ、こう子どもたちの集まる場、寄り道する場所っていうか、こういう子育てで関われ、みんなでこう過ごすことができたらいいんじゃないかなというふうに思っておりますが、市長はどのようにお考えですか。広田市長、ちょっと私まだここ伺ったことはないんですけれども、やっぱりこれ山口裕子議員さんが用意された映像を見ててもね、こういう多世代の交流であったりとかで、しかもこれすごい家庭的な雰囲気がもう この伝わってくるんですよね。例えばこれ中学生の子は、これ竹内中学校だと思うんですけども、ちっちゃな子を膝にねこう上げたりとか、すごくやっぱこうフェイストゥーフェイスどころかスキンシップが図られていますので、こういう空間をやっぱりもっと我々は持つべきだと思っていますので、これについてはもう最大限やっぱ応援をしていきたいなというのを質問を拝聴しながら思った次第であります。4番山口裕子議員、はい、そうですね、ここがですね、お母さんたちが全部働いているわけでもないし、やっぱり子育てで、子どもと一緒に過ごしているお母さんたちもここに寄ったりとかですね、で会費も決められてですよ、運営を今されていっております。こういう、こう地域の力っていうか、そういうところが活動しやすいというか、受け入れていただけるようなこう流れをですね、武雄市も持って行ってもらったら、とても私は嬉しいかなと思います。ここはもう本当に長島の公民館の館長さんというか、まあ、長島の方がですね、すごい協力をしてくださってるっていうことで、本当にありがたいことだなっていうふうに思っております。モニター次です。あと子育て支援の方向性の中でですね、まあ、こういう話を聞く中で、新しいセンター長さんが抱っこボランティアっていう形で、キッズステーションを軸としてですね、市役所のキッズステーションを軸として抱っこボランティアを始められました。とても子育て中の人にとってはですね、時間のかかる相談とかに行く場合はとても私たちはありがたいという声を聞いております。でそんな中ですね、一つもう一つこれができたらいいんですけどということで、議会傍聴をする場合は子ども連れはダメだなんですよね。でもう鼻から私たちはいけないもんねって、子育て中の人もどんな議員さんがおられるか、こうどういうところか見てみたいけど入れないもんねということで、私たち堺市のですね、行政視察に行った時に、もうそこは新しい円形議場だったんですが、ガラス張りのですね、親子室っていうのが観覧席ができてたんですね。だからまあそこは喋りながらとか、子どもと一緒に観覧できる、議会傍聴するような部屋になってたんですが、まあできればですね、キッズステーションを軸にして抱っこボランティアができたんだったら、こういう時にちょっと登録すれば、この時間帯そこで見ていただけますよみたいな感じで傍聴、子育て中のお母さんも傍聴ができるっていう風に広げていけれないか、ちょっとお尋ねいたします。鎌原子ども部長。先ほどキッズステーションの、行政手続きに来られた方を対象に、毎週火曜日と木曜日の10時から12時までという限定の時間ではございますけれども、抱っこボランティアという形で、6月、5月の後半でしたかな、からスタート、5月からスタートしております。で、その中で、今まで現在3名のご利用があっているところではございますが、そのサポーターといいますか、人材の確保がそれ以上まだできない状況にございます。それでただいま議員さんの方から、ございました、議会の時の傍聴ということになりますと、まだ、一つは市役所に来られた子ども連れの方の休憩の場所であったり交流の場所ということでの活用がメインでございますし、
そのまだそういう体制も整っていないということもございますので、託児所的な利用というのは今のところまだ難しいかなというふうに思います。議長4番。4番山口優子議員。はい、まあとても抱っこボランティアとかですね、いいことだなというふうに思って、そこからちょっと展開して、やっぱりできないっていうよりは、そういうどれくらいね、それをしたからってどれくらいの人がここに傍聴来られるかわからないけど、できないっていうことよりもこうやってできますよっていうふうに打ち出すことができたらなということで意見を挙げさせていただきました。じゃあ次の乗車問題に移ります。庁舎問題で市民の方からいろいろ意見をいただいていながら、もうこれは庁舎自体が古いし、もう新しい庁舎になった時にいいんじゃないかなというふうに思って、いろいろ意見が上がってて、私もそのままにしていたものなんですが、4階のですね、教育委員会のお部屋がありますが、あそこがとても入りづらいのと、まあ、分からなくてよく何かにありますかってはよく聞かれるけど、とても入りにくいということで、ああそうねって、まあ新しい庁舎になったらですね、もうきれいにこうガラス張りのっていうか、そういう形になるかもしれないねなんて言ってたけど、やっぱりこう雰囲気、子どもたちのことを関わるところがもうあんなふうに中が見えないで何してるか分からないようなところよりも早く、あと庁舎が、あ、すいません、何してるかじゃなくてですよ、どのようなところか分からないで来られて、やっぱ不安なんですよ、ここでいいのかな、ノックもしきれないみたいな感じが、まあそんなふうに言われるからですね。じゃあ私はとてもあそこの子どもの未来課とか支援、支援課ですかね、子ども部のところが前張り紙だらけでずっと中が見えなかったんですが、あれがきれいにですよ、真ん中のところがちょっとガラスが入ちょっと曇りになってて、とても中が見えて、子どものことでいろんな手続きに来られるときはとても入りやすいなというふうに思ったので、じゃあちょっといくらあと何年かのことでも、どこの行政視察とか行ってでもそういうふうなところもないしですね、改善ができれば、まあ、予算もあるけど、ちょっとお尋ねしてみようねっていうことで、できれば議会事務局なんかもオープンになってた方がとてもいい感じっていうかですね、いい雰囲気っていうか、そういう意見をいただきましたので、まあですね、市長さんはどのようにお考えかお尋ねいたします。岩田市長。いや、オープンに越したことはないと思います。実は子ども部のね、2階のところはあれ外せって言ったの僕なんですよ。全部外れて。で、しかもあれガラス張りですごくいいなと思ったら、この目隠しが入っててすごい残念なんですね。やっぱり行政っていうのはやっぱそうなんだなと思ってます。実は、だから、まあ、最高責任者は僕なんで、まあ、それはもう全て僕の責任なんですけれども、僕はやっぱり あれもない方がいいと思うんですよ。うん、だってあれあるとやっぱ隠したいものがあるとやっぱ思うじゃないですか。うん、だからわざわざ予算つけてなんであそこにね曇りを入れるんだって。もう曇りは天気だけで十分です。あれで、4階の例えば議会事務局であったりとか、あるいはその教育委員会で確かにね入りやすいっていうふうにした方がいいと思うんですけど、ただし考えてみたらこれも費用対効果なんですよ。一般の方がね、少なくとも市民の方が4階の教育委員会まで来るっていうのはなかなか想定しないし、議会事務局に来るのは僕らぐらい、だから議会事務局って言うんですけど、それを予算を例えば5、6000万かけて、例えばガラスにするとかっていうふうにすると、果たしてそれは市民合意が取り得るのかなっていうのは非常に僕は心配をしています。それともう一つが空調の問題があります。ですので、全部取っ払うとね、あるいは一部取っ払うということになると、それはさすがに先ほど言ったように余計な光熱費がかかることにもなりますので、ちょっと庁舎急ぎますので、ぜひ山口優子議員さんをはじめとして議員さんの意見を取り入れて、もうガラス張りどころかもうね、
もう僕は窓口を作らないと言っているわけですから、もう誰があそこでこう仕事をされる、もう教育委員会も議会事務局も一生懸命仕事をしています。ですので、それが市民の皆さんたちに分かるように、今度の庁舎建設にあたっては最初からそういうふうな空間にね、ぜひしていきたいなというように思っています。ですので、ちょっと、やりたいのは山々なんですけど、かかる費用からするとちょっとどうなのかなっていうのが正直な私の見解であります。議長4番。4番、山口優子議員。はい、モニターをちょっと用意してました、すいません。ここがですね、教育委員会になって、今暑いからですね、こんな風になってるわけですね。で、ここが私はこういう風になって、市長がですよ、ここのところにまだつけなくてよかったって言われるけど、少しはですね、あれですね、働いてる人もあれかなと思って。いや、こういう風になると雰囲気が全然変わるし、で4回、教育委員会に訪れる人はどれくらいっていうより、今行政視察にたくさんの方が4回に上ってこられるっていうのと、あとはこうやって議会傍聴にも以前よりはたくさんの人が訪れていただいてるので、その時にやっぱりそういう雰囲気っていうか、ここが教育委員会とか、そういうふうに見えた方がですね、こんな風がとても感じがいいし、開かれた感じがするんですよね。私も早くからそれを言われてて、今挙げるのもあと新庁舎に向かってるのにですね、なんだけど、やっぱりあと数年かかるので、こんな風にすると雰囲気がとても変わるんじゃないかなって思います、ここですね、と思ったんです。それ何千万でかかるんだったら、それは私も要望しませんけど、そういう形で挙げさせていただきました。すいません、いいです、モニターいいです。で、あとはですね、これ庁舎問題というのは新しい庁舎でじゃなくて、今ですね、今の庁舎問題で、今回挙げさせてもらってるんですが、もう新庁舎になるとワンストップということで、もう総合案内とかそういう形でもう素晴らしいものがですね、用意され、みんなで用意していくものだと思いますが、今ですね、できることができたらですね、より快適になるんじゃないかなと思って挙げさせていただきました。あとよくあるのは、市民課とか公民館とか福祉課とか、来庁者の多いところの対応がですね、やっぱり、いいところ も素晴らしく丁寧に対応していただいたりも本当に方もいらっしゃるんですが、とてもですね、それに苦手っていうか、人との対応が苦手な職員さんとかがですよ、よくそういう指摘を受けて、なんであそこの人はああいう対応しかできないのとかいうふうになった場合ですよ、やっぱり市としては、誰でもそういう人と会ったりするのが苦手な人は、そこをもう違うところの職場にいいですよ。で、対応とかがとても得意な人が、ちょっとスペシャリストじゃないですけど、そういう人がそこに配置されるとスムーズにいくんじゃないかなというふうに思います。特に公民館とかですね、市民課なんかも特にそういう形でお対応もスムーズにいってるんじゃないかと思います。あと相談の多い福祉課とかですね、そういうところに、配置の仕方をですよ、今もそうされてるかどうか分かりませんか、あまりも何回もですね、対応がっていうちょっと意見がありましたので、そういう配置の仕方っていうことはどうお考えでしょうか。京都市長。いや、心外ですね。私、なんていうんですか、そういう職員、少なくとも私のところには、たまにね、こう、ちょっと言い方がきつかったりとかっていうのあるんですけど、こう、ずっとっていうのは僕は聞いたことないんですよ。私、職員、ものすごい一生懸命やっていて、僕の要求もものすごく高いんで、それはね、もしそれがあったら、ちょっと個別具体的にちょっと教えてほしいとは思います。で、一方で、少なくとも日渡し制においてはやっぱりね、事務よりもやっぱり人と応対するっていうのがもう絶対の必要条件なんですよ。だからこれは苦手であっても克服できます。私がそうですから、私はもう内気そのものですよ、本当にデブ症そのもの。しかも対人的には、今もあんまりうまくいってないところもありますけど、なかなかこうできないところを、それはやっぱり諸先輩方にいろいろ教えていただいて、
かなりのところ克服できたと思うんです。ですので、それはトレーニングの問題だと思うんですよ。ですので、やはりそう公務員、特に基礎自治体の公務員は、対人関係っていうのがまず第一。で、第二に、私はこう事務作業だと思います。で、その人柄っていうことも含めてね、それは、絶対僕は大事だと思っていて、来年度から、うちはもう人柄採用にすることに決めます。人柄採用。うちは役所っていうのは、こういう基礎自治体の役所っていうのは、頭が良くて、性格がいい人は来ません。頭が良くて性格が悪い。頭が悪くて性格がいい。頭も悪くて性格が悪いっていうのは人間4つ分かれるとするじゃないですか。そういう上の頭が良くて性格が良いっていうのは来ないんですよ。だとすると、2番目、3番目の頭はそんなに良くてなくてもね、人柄の良い人をやっぱ選ぼうと、いうことを思います。うちの職員の中にも何人かそういう人柄系がいますので、例えば去年辞めた石橋浩二であるとか、上田哲也であるとか、菰田康彦であるとか、いますので、そういう職員が来るとね、そうするとみんながこの子を助けようっていうふうにやっぱなるんですよね。市民の皆さんも含めて。だから、そういうふうにこう切り替えていこうというふうに思っていますので、来年度以降はね、まあ、今もみんな人柄いいですよ。ですので、そういうふうにこう なっていけばいいなと思ってますので、僕は、できないから、そこに、違うところにするってなると、その人が、やっぱりなんかこう、ダメだっていう烙印を押されるような気がするんですよ。ですので、まずやっぱりやってみて、それでいろんな問題点とか課題があったらね、できる方向に僕らがやっぱ変えていくということが大事なんではないかなというふうに思っています。それでも、人間やっぱできること、できないことがあります。そういった時には、私とすればね、市民の価値が第一だと思ってますので、その時はやっぱ配置転換というのも最後の手段としてはあるのかなというふうに思っております。一応4番。4番、山口雄吾議員。はい。まあ、全てとかそういう形じゃないんですよ。本当にそういう意見が届けられてですね、それがちょっと続いたからですね、そういう選択もあるんじゃないかなという形で、挙げさせていただいたんです。あと、私の提案はですね、やはり今お客さん多いしですね、まあ、市民の皆さんが用があって行かれる場合もありますが、そこの、来庁舎としてここに入り口に立った時にですね、職員の方がみんな顔をこう見合わせるんじゃなくって、お客さんが来られたら必ず一番に立つ人、今日はご用は何でしょうかっていうか、それをやっていただきたいなっていうふうに思います。顔を見合わせてなんかこうされてる場合が多いので、やはりそこに立たれたら一番に立つ人がいて、その人がいなかったら二番にご用を聞く人がいるとかいうふうに、総合案内がないんですから、そういう対応をなんかできるとそういうのスムーズにいくんじゃないかなというふうに提案したいと思いますが、いかがでしょうか。以上。市長。いや、これは僕が答えた方がいいでしょう。これはね、なかなか難しいんですよね。今それを担っているのは実は私なんですよ。私は基本的に市長室にはもういません。今誰がいるかという副市長がいます。こんな顔して、いますので、私は今、例えば3階に、もちろんその会議とか打ち合わせがない時ですよ。いて、そこにお越し来ていただいた方が、やっぱりこう、どこやろうかって見るわけですよ。見られるわけですよね。で、その時に、少なくとも私は360度のことは、浅く広く知ってますので、それだったらこの窓口にご案内しますと。で、どうしても、私を目当てにお越しいただく得意な方々もいらっしゃるわけですよ。で、そういった方には職員に引き継ぎます。あっちの、例えば、健康課にご案内してくださいっていうふうにしますので、これって結構技術がいるんですよ。ですので、ちょっとね、今、議員のご指摘を踏まえて思ったのは、やっぱりそういう、なんかこう、トレーニングをした、何人かのね、職員、これ OB でもいいと思うんですよ。OB でもいいと思いますので、そこを、知ってる人がこういたらね、どこってこう聞けるじゃないですか。それとね、これこそ議員さんにお願いしたいんですよ。もうぜひ3階にいてください。そうすると、これはこっちよとか、これはあっちよとかっていうふうにご案内していただけますので、ぜひこの一般質問が終わったら3階にご移動していただければありがたいというふうに思うのと同時に、もう一つこれね、今思っているのは研修でちょっとこれ使おうかなと思って、研修で。今、研修っていうふうな、を貼って、そして、なんていうんですか、例えば3階の、市民課のフロアにいるとするじゃないですか。
そうすると、例えば孫ついておられる方に対して、今どういうご用でしょうかっていうふうにして、こういったらここに案内しますっていうふうにする。だからね、うちちょっと失敗してるなと思ってるのは、例えば新人の研修とかっていうのはほとんど座学なんですよ。でもね、座学で済むってね、ほとんどないですよね。これは議員の皆さんたちお分かりですよね。やっぱり人とお話をして、やっぱ解決をしていくっていうので、ちょっと研修の項目にこれは盛り込むと。いうことで、人事に指示をしたいというふうに思っています。そういうすることによって、あ、この市役所は市民に近いんだと。で、しかもほら、研修とかっていうふうにしてると、あ、そんなに期待しないですよね。見習いとかね、してるとね。それはあまり期待しないと思いますので、そういう温かい配慮はぜひしていきたいなというふうに思っています。これがでも本格化するのはやっぱりね、ものすごいトレーニングがいりますので、それはそれで並行して進めてまいりたいと、このように考えております。はい、議長4番。4番、山口雄子議員。はい。ありがとうございます。やはりこれだけですね、視察とかですね、お客さんも多い中ですね、本当に職員の方も大変だろうなと思うので、やはりスムーズにですね、応対というか、気持ちよく応対ができる形をですね、進めていってほしいなと思います。市民の方もしょっちゅうしょっちゅう行く人はそうでもないんですが、初めて行く人とか結構ですね、手続きで新年度で初めてとか、そういう人たちはやはりそういう問題をですね、私のところに言われるわけですね。だからまあそういうところも含めて対応していただけたらありがたいです。じゃあ次の観光行政についていきたいと思います。これも市民の方の声がですね、あまりにもあちこち聞かれたものですから、ちょっと挙げさせていただきました。大変お客さんが増えております。ゴールデンウィークとかも、図書館と重なってすごく多かったみたいで、まあ、武雄市病院も、市外からもたくさんの患者さんとかが訪れてらっしゃるでしょうし、飛龍窯の時もお客さんが、市外からですね、多かったですね。物産祭りもそうです。オルレの授業でも韓国からでもお客さんたくさんです。で、あと図書館で、今もまだまだですね、賑わっています。ということは本当にですね、訪れては周りの観光とかいろんなところ武雄市を訪れてらっしゃるんですが、やはりいい声ばかりじゃなくって、そこに行ってとても残念だったとか、対応ががっかりしたとか、そういうことの話が届いてきております。ゴールデンウィークとかは本当に多かったからですね、その対応がうまくいかなかったと思うんですが、やっぱり市内のですね、そういう旅館組合とかいろいろ商工業界とかですね、急激にこのようにお客さんが増えると対応が大変じゃないかなというふうに思いますので、市としてもそういう支援っていうかな、こういう連携をきちんと取らないと、こういう訪れても観光に来ても、ああもう用なかったとかそう言われると私もちょっと、あらそうねってちょっと何とも言えないようなことが 2,3 件ありましたので、ぜひとも連携を取ってですね、やっていってほしいなと思いますが、今の市としてはどういう形でやっておられるかお尋ねします。水上営業部長。今おっしゃるように特にやっぱり忙しい時期、またお客さんが多い時期はですね、そういう観光施設あるいは宿泊施設の対応移管によっては、観光協会あるいは市の方へ直接クレームが参ります。でその際はですね、もうすぐ現場の方の状況を把握して、本当のそのクレームの内容もですね、クレーマーなような人もいらっしゃいますので、本当かどうか、その事実を確認して、必要に応じてですね、その施設の方にはっきり、お願いをするし、またその情報はですね、合わせて観光協会へも伝えて、なるべく同じ情報を共有するように努めております。で、あとは常々通常いろんな総会とか会合とありますので、そういう観光関連の施設につきましてはですね、常にもてなしの心を持っていただくということで、お願いは続けているところです。4番、山口雄子議員。やはりせっかくですね、市長も頑張っていただいて、たくさんの人が武雄を訪れてらっしゃるのに、ちょっとしたことでですね、とてもイメージが悪くなって、もう二度と来ないみたいなこと言われると、私もちょっと、ちょっとそれはねって悲しい思いになりますし、それが続くとですね、本当に、すごいそれがもう大きくなっていくとですね、とても
後で取り返しがつかないかなと思って、やっぱりそういうところをこまめにですね連携をして、いいおもてなしができるように、私たち議員もそうですがね、やっぱり街中で困ってらっしゃる方がいたらお声掛けをしたりとか、そういう形では観光者が多くなるとですね、そういうおもてなしっていうところで十分こう注意を配慮しないといけないかなというふうに思いました。あと英語っていうのは意外ともう皆さん共通語だから私は喋れませんが、意外と喋れる人も多くなってきたんですが、やはり韓国語、韓国のお客さんがですよ今増えてますので、やっぱり韓国語でちょっと困った時はあそこに行けば話せる人がいらっしゃいますとかいうように、前はいらっしゃったと思うんですよね、なんか駅のお店かなんかに一人いらっしゃったというふうに聞いてたんですが、そういうふうにちょっと韓国語はですよ、誰か土日とか自分たちもオルレコース歩きたいとか思ってるし、そういう人たちに出会った時に困ってらっしゃったらここに聞いたら話が通じるっていうか、そういうことを準備されてるかどうかお尋ねします。水上営業部長。以前観光課とか観光案内所は多分中国語ができる方だったと思うんです。2人ほど緊急雇用でですねお願いして雇った方がいらっしゃいました。で今の観光課の体制を言いますと、英語が話せる人、それとあと韓国語が話せる人がいますので、そういうところで海外の韓国の方とかですね英語の方については対応いたしております。でそれ以外にですね、あと商工会議所の方では今韓国講座、韓国語の講座をされておりまして、その関係者の方が2人ほど話せる方がいらっしゃいますので、オルレのですね歩く方についてはですね、その連絡先をですね明記したり、そういう形で連絡っていうか、そういう相談ができるような体制を今取り始めております。議長4番。4番、山口優子議員。はい、やっぱり私も韓国に行って、やっぱりハングル語っていうのも本当に読みもできないし、なかなか意思疎通全くできなくてですよ、もう相手の方が英語も喋れなかったらもう本当にこうコミュニケーションが難しかった経験があるので、これだけたくさんの韓国の方がお見えだからですよ、リフレットでもどこにでもですよ、困られた時はここにお尋ねすれば韓国語ができる方がいらっしゃるっていうふうに分かればいいですよね。観光課におられますと言っても、その土日そうやって観光してる時とかオルレ回ってる時に困ってらっしゃるのわからない時に、そこに電話したりこう話してもらったりっていう風にできたら一番いいのかなっていう風に思っています。まあこれからっていうことですので、これだけのお客さん来てらっしゃるから、やっぱりそういうのが早急にですねしていただけたら嬉しいと思っておりますが、市長はどのように考えですか？与田市長。まあ確かに韓国人の方とか中国人の方とかね、まあ外国人の方がやっぱり一番多いのは見てるとやっぱり土日なんですよね。ですのでこれ平日の対応と土日の対応というのは分けても考えてくるときはきっとくると思いますので、例えばですね、土日公務員、うん、で平日公務員で政治家は我々はもう365日じゃないですか。ですのでそういうなんか新たな形態のね、週末公務員っていうんですか、字はちゃんとあれですよ、ウィークエンドですからね。ですのでそういうなんかね、新たな形態をしないと今の平日を中心とした公務員でそれを対応するっていうのはちょっとやっぱ厳しいと思いますの でこれは公務員じゃなくてもいいかもしれないんですよ。例えば観光協会にそういう土日をね中心とする方を雇うであるとか、それはちょっとね考えてみたいと思います。もう今勤務の何て言うんですかね、要望っていうのはものすごく多様化してるんですよね。だから平日は休んで土日に仕事をしたいという方も少なくとも私の周りにはいらっしゃるんですよ。例えば主婦の方とかね、やっぱり平日はなかなかこう家事で大変だけど、週末空いてる時にやっぱり自分の力を発揮したいっていう方もいらっしゃいますしね。
ですので、それはちょっと我々の方で一回引き取らせてもらって、まあ、よく観光協会ともやっぱ話をこうする必要があるだろうなというふうには思っています。ですので、ちょっともう今かなりやっぱりおっしゃる通り、もう増えてますので、その対応というのはやっぱりしっかり考えていく必要があるだろうって、おそらく、オルレを今前面に打ち出してますけど、これを土日の対応をしない限りやっぱりもう増えないでしょうね。ですので、それもしっかりやっぱ考えていきたいというふうに思っております。4番、野口郁恵議員。そうですね、今必要なことだと思うんですね。早くそれを整えた方が、私はオルレの対策としては早急に必要じゃないかなというふうに思います。またあとは市内の観光協会とか商工会とかですね、そういうところの連携をですね、して、さらにいいおもてなしができるようにと思っておりますので、よろしくお願いいたします。次に5番目竹内図書館についてお尋ねいたします。いろいろ図書館に対しては意見が出ておりますが、私の方はほとんどがですね、ほとんどの人が大変喜ばれて、もっと、もっと時間を延ばしてほしいとか、もういろんな形で、喜びの声の方が多いんですが、まあ、ここでいちいちそれをですね、言うよりは、ちょっと問題があるとか、これはどうならないかっていうことの声も上がっておりますので、それを前向きに考えていっていただきたいなというふうに思っておりますので、質問させていただきます。なんか心配されてるんですね。前の図書館の職員さんはどうなさったんですかって、もう新しい職員さんばっかり、東京の方ですか、そのように皆さんがそっちで決まったような感じで、よくこういうことも質問されます。それと前の職員さんはですね、どうなさったんですかって、みんな退職されたんですか、どこに行かれたんですかみたいなことを言われます。それとコンシェルジュっていうのはイコール司書なんですかって、司書さんはきちんといらっしゃいますかって、何人いらっしゃるんですかっていうのもよく質問にあります。まずちょっとそこら辺からお尋ねいたします。教育部長。旧来の歴史領館、図書館歴史領館には15名の司書が勤務をいたしておりまして、そのうち13名がですね、新しい図書館で勤務をいたしております。でこれはもちろん司書業務を中心にですね、仕事をしていただいているということでございまして、残る2名につきましては、1人は歴史資料係の方で仕事をしてもらっています。それからもう1人は文化学習課の方で仕事をしてもらっておりますので、まあ、15名がそのままですね、図書館に関わる業務をそのまま続けているという状況でございます。司書13人。申し訳ございません。コンシェルジュは秘書課というお尋ねでございますけれども、呼び方はコンシェルジュということで、手厚くですね、おもてなしをするということを中心にしておりまして、従来の秘書につきましては貸し出し業務というものもですね、かなり、業務の中では中心的なものをしていたわけですけれども、今回はですね、そういったものは、まあ、機械化もしているわけですので、おもてなしをするというところで、そういった従来本来の秘書業務を中心にやっていただいているというふうに考えております。一応4番。4番、山口郁恵議員。まあ、一応私は説明聞いたときに、まあ、一応コンシェルジュっていう形は司書をちゃんとお持ちですよみたいなふうに説明を受けておりましたが、そういうことですね。で、そういう中で市民の声がですね、市民の声があったときにちゃんとそこの図書館には声が届くんですかっていうことを言われます。まあ、一つはやはりこれだけですね、今まで行かなかった人もすごくいいことですよね。図書館に遠ざかってた人が図書館に行きます。そしたら自分の読みたいものは系統とかいろんな人来るからないなって言った時にリクエストコーナーっていうのが大体図書館には備えてられるんですよね。そしてそれが1ヶ月とかにたまった時に、たまったっていうか、そう集まった時に選定委員会とかを開いて、この図書は購入できるとか、これはちょっと高額すぎてとか、そういう形でリクエストコーナーがきちんとあったんですよね。だからそういう対応もできているのでしょうかっていうことを質問されてますが、どうでしょうか、ありますでしょうか。小川教育部長。リクエストについては受けております。これはですね、リクエストをしていただいて、
その本が蔵書としてあるのかどうなのかということをまず調べます。で調べてもし貸しあってですね、貸し出しをされているというような場合には予約ということで予約をしていただきますし、もしない場合は他の図書館との相互貸借ということもございますので、ここら辺も調べていくと。でそれから購入ということになりますと選定委員会の方に回って検討するという形になっております。はい、部長、ちょっと部長答弁のままでいいんですけど補足をしたいと思うんです。リクエストについてはこれは市民のリクエスト、武雄市民のリクエストだけに答えようと思います。やっぱりフラット例えばやってきてね、リクエストをしてっていうことと武雄市民というのを一緒にするっていうのは多分これはね、武雄市民としてもそれはいかがなものかと思いますので、このリクエストに関しては武雄市民が絶対優先、っていうかもう 100% 優先にします。でその一方で先ほど選定委員会という話がありましたけれども、私は市民のご要望は可能な限り答えたいと思っています。ただし今までだったらね、漫画が多いんですよやっぱ。でこれはさすがに部長が申し上げたようにやっぱ選定委員会っていうフィルターをやっぱちょっと、漫画は全部悪いって言ってるわけじゃないですよ、やっぱ比率がやっぱ高いんでね、そこは選定委員会で少しフィルターをかける必要があるだろうと思っていますので、あくまでも市民価値第一になります。でこうやってこうリクエストをいただくこと自体本当に嬉しく思ってますし、なかなか図書館に来づらいという方々に対してはメールとでも対応していますので、ぜひこういう機能もね積極的に活用していただければありがたいと、このように考えております。一応4番、山口優子議員。はい、CCC の方も、お会いしていつも感じるんですが、とても前向きでですよ、で一緒にいいものを作り上げていこうっていう形が今これだけの武雄市の図書館が人気になってるんじゃないかなって私は思います。でこういうふうに問題があれば市長がいつもおっしゃってるように修正をかけたり、いろいろ前向きにいい形に、これからさらにですよ、いい形にしていくいけばいいんじゃないかなって私は思ってるんですね。で大人の方々がですね、とてもテラスですごくいい感じでお茶飲みながら本を読んだり、そこでおしゃべりをしたりって、ああいう風景がものすごくいいんですね。でそこにですね、乳幼児のとてもかわいい椅子そういうのがですね置いてあるとですね、とても子育て中のお母さんたちはそこにゆっくりできることがいいんだなっていう形が見えてですね、ここに座ってもいいんだなって、子どもの椅子っていうかこうありますよね、かわいいのが。そんな風にテラスにでも座れるようなのがあったらいいなと思うのと、やっぱり初日に図書館のことで南蛮議員さんかお水のことで言われましたが、やっぱり水もですね、もう今はペットボトルとか水筒とかみんな持ってきてますが、ましてあそこにも自販機がありますが、やっぱり熱中症対策とか考えれば、相談すれば CCC の方だって気持ちよくお答えしていただけるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。水の対策ですね。そんなところも市長は相談していただけないでしょうか。豊田市長。これは、水飲み場の話は基本的にもうこれ私の判断になりますので、私から答弁したいと思います。山口優子議員のご質問を受けて、水飲み場については館内設置の方向でやります。それは夏休み、さっき熱中症という話もありましたけど、夏休み開始前に設置をします。で、これ水回りの準備調水回りの例えばどういうふうにするかという準備のための調査がありますので、ちょっと期間がちょっとかかるということはちょっと ご容赦いただきたいんですが、いずれにしても設置をします。設置をしますので、これはもう私の意思として CCC にお願いをしたいと、これは指定管理者に指示をしたいというふうに思っていますので、ぜひまたこれで多くの皆さんたちがの笑顔が、ね、これで見られればいいなと思います。ご質問ありがとうございます。子どもの椅子、子どもの椅子は少なくとも、今のテラスには無理です。これね、安全安心の観点考えた場合に、例えばこう飛び出たりとかっていうのがあるんで、そこはちょっと厳しいんですが、ただ外にね、
例えばそこでお弁当を食べられるとか、あるいはあのテラスの外ですね、うん、今一つ置いてますけど、それは暑さ対策をきちんと施した上で、今のところ最大2テーブル置くと、それ少なくとも1テーブルは子どもたちがね、あ、これは自分たちの椅子なんだというのが分かるようにしたいと思っていますので、これもちょっと時間がかかりますけど、少なくとも夏休み前まではね、設置をしたいというふうに思っています。いずれにしてももう本当にちっちゃい子からお年寄りの皆さんで、ご年配の方々までね、自分の居場所がこうあるんだというような図書館にぜひ目指してまいりたいというふうに思ってますし、千円図書館って言われないようにね、ぜひ我々はしていきたいと思ってます。千円図書館で本当に竹内図書館がイメージが本当に悪くなってるんですよ、いろんなところで言われて。これは本当にその市議会が本当にそんなこと言っていいのかなと、みんな前向きにしようとしてるのにね、いうこと自体は僕はしつこいって言われるかもしれませんけれども、僕はそれは、はい、しつこいそうですと言われますけど、それは私はやっぱり言い続ける必要があるだろうと思ってます。やっぱりね、その私をどれだけ批判するのはいいです、いいんです、誹謗中傷するのもいいです、政治家なんでいいんですけども、せっかく武雄市のシンボルとして今街づくりのエンジンとして動き出すのをね、本当に心のない僕は発言だと思います。ですので現に多くの議員の方々は、ほとんど全ての議員の方々はそんなこと思ってもないし言いもしないと思いますけれども、一部の議員の方にはね、ぜひそれは思っててもやっぱり言わないっていうのは、それは日本人の義の心だと思いますので、ぜひそれはお願いをしたいというように思っております。一応4番、4番、山口雄子議員。はい、やはり子どもたちの椅子があると別に今のテラスで座っても構わないけど、やっぱりあるととっても嬉しいんじゃないかなっていうので挙げさせていただきました。あと一つ紹介するとですね、今の市長のおっしゃるようなことで、熊本のですね、くまモンがのキャラクターがなんで、ゆるキャラがなんであんな風に流行ったかっていうので一つのコラムがあったんですね。それはその熊本県の関係のそのくまモンの関係の方がですね、使用するくまモンを使用するときに使用料はいらないっていうことだったんですね、あれは。そして規制として熊本の宣伝を入れれば使用料は取りませんということで、あれだけいろんなものにくまモンがバーッといろんな商品に、なんていうんですか、キャラクターとして使えるようになったんですね。普通はいろんなのが使われるときはたくさん使用料が高いわけですが、そういうことなんですね。でそういうふうにこのコラムの人はやっぱりこれからはですね、規制観念にとらわれず皆が喜ぶ仕組みを作ることこそ次の時代ですねを作るっていうことを書いてあって、やはり規制観念を外してやはり皆さんが喜ぶ仕組みっていうことはこの図書館だったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからこれでなんか都合があればどんどんいい方にですよやっていけるし、市民も皆さんいろんな意見も入ってくるけどとても楽しんでカフェテラスにしてもいろんな利用の仕方で喜んでいらっしゃる声がですね、私にも届けていらっしゃるので、それをお伝えしておきます。で次、最後になりましたが6番目のコミュニティ FM 局の開設について、3月に私は挙げさせていただいたら、やはりこれはとても反響良くって、もうインターネットやブログとかフェイスブックとかな、もう読めんけんがもう早うこういうのばしてくれたらよかねっていう声が上がりました。そうしている時に佐賀の恵比寿局も防災を強めてですね、 FM 局をということで、ラジオもそれ専用のラジオをということで、新聞に載ってましたが、まあ、今の状況は市長どのようになっているんでしょうか。岩田市長。先に申し上げた通り、コミュニティ FM については平成26年来年の9月の開局をぜひ目指したいと思います。で昨年9月に実は電波の空き状況を確認するための調査、これは難しい言葉で言うと、潜在電解調査っていうのがあるんですけど、これを実施し、この4月には開局準備のための人材、地域おこし協力隊、これは総務省の補助金になりますけれども協力隊を受け入れています。まあ、うち永田由美子って異彩を放っている女性がこの地域おこし協力隊です。異彩を放ってます。で、この間合わせて、先行事例を調査をし、設立までに必要な事項を考慮して、先ほど申し上げた来年9月の開局をぜひ目指したいと思います。で一方でこれは財源の問題があります。年間で少なくともやっぱ3000万以上は
かかってまいりますので、この費用調達をどうするかということで、もちろんその全部営利でできるわけありませんので、市の一定 の、 その補助というのは必要なんですけども、なるべく市民負担を減らす方向で考えたいと思いますので、ぜひこれをご覧になられている企業経営者の皆さん、あるいは病院経営者の皆さんたちは、ぜひ大口のスポンサーになっていただければありがたいと思っています。で、そういうことにして市民みんなでこうなんていうんですかね、まあ、行政ももちろん手出しはしますけれども、市民皆さんでこう盛り上がっていくような温かいアナログの、ね、情報共有、なんていうんですかね、交流手段ですよね、そういうものを目指していきたいと思っています。どっちにしてもですね、確かに議員おっしゃる通り、やれ Facebook だとかブログだとか言ってもね、ほとんどの方知りません。もう本当そうです。もう未だにフェイスブックって何ねって言われますね、山口義弘さん ね、うん、これは笑うとこじゃないんですけれども、ですのでそういうことからしてもね、それはやっぱりこう FM の持つ力っていうのは、例えば車の中でも聞ける、私が言うまでもないんですけど、車の中でも聞けるし、作業されているところでも聞けると。それと何よりも前も言いましたけれども、これが災害対応の切り札になりますので、それは積極的に進めていきたいと、このように思っております。4番、山口裕子議員。はい、まあ、恵比寿 FM でですね、やっぱり道を人と人、人と地域をつなぐぬくもりのあるメディアっていう形で打ち出してありますが、やはり竹雄氏もですね、こういう形で、展開していただいたら、とてもいい竹雄氏が作り出されるんじゃないかというふうに思います。私の期待するところは、やはり防災の中でですよ、災害情報というのが一番大きいし、あとはもう高齢化社会なので、お年寄りの犯罪防止とか、そういう形にもこのラジオは活用するんじゃないかと思います。またイベントですね、朝一の様子とか、そのオルレの様子、あと交通情報ですね、あと図書館の駐車場の様子とかですよ、これこういうのにものすごく自分たちの FM 局があれば役に立つんじゃないかというふうに思ってます。まあ、期待するところがいろいろ膨らんでですよ、皆さんはこういうのやったらなんか前向きで楽しい竹雄氏の情報が聞けるねみたいなことになってますので、ぜひとも力を入れて、まあ、スポンサーとかの関係もあるでしょうが、来年26年に向けて頑張っていただきたいなと思っております。それでは私の一般質問をこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。以上で4番山口裕子議員の質問を終了させていただきます。ここで議事の都合上1時20分まで休憩をいたします。